秋から冬にかけて旬を迎えるズガニ漁が今月から解禁となり、河津町では最盛期を迎えています。ズガニは主に伊豆地方や関西での呼び名で、関東ではモクズガニと呼ばれています。淡水に生息する大型のカニで、爪や足に毛が生えているのが特徴です。ズガニ漁はもじりと呼ばれるカゴを一晩仕掛けて呼び寄せます。今日は2つのカゴが引き上げられ、およそ40匹のズガニが入っていました。大きさもね、両型が多いですので、十分育っていると思います。存分に秋の風物詩の中で味覚の一つとして味わっていただければありがたいなというふうに思います。河津町ではズガニ鍋やゆでガニ、釜飯などのズガニ料理が一般的で、町内5カ所の旅館や民宿で味わうことができます。